本日はポイント故障のためダイヤが大幅に乱れ、お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。次は岩戸台。岩戸台です。この電車辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。
ようこそ。遅かったね。長い間君を待ってたよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。怖がらなくていいよ。ここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから。確かに時は誰にでも結末を運んでくるよ。たとえ耳と目を塞いでいてもね。さあ始まるよ。到着が遅れたようだね。私は霧城満。この寮に住んでいる者だ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？さあな。彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。なんていうか趣味っていうか、いや趣味なわけないや。世の中物騒だからな。ご信用といったところさ。もちろん玉が出るわけじゃない。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。この部屋だね。一番奥だから覚えやすいでしょ。何か聞きたいことある？子供？誰のこと？ちょっとやめてよそういうの。ちょっと聞きたいんだけど、駅からここまで来る間ずっと平気だったの？そっか、ならいいんだ。ごめん、気にしないで。じゃあ私は行くね。さ、いろいろとわからないことあると思うけど、それはまた今度ね。おやすみなさい。
よう。眠れた？あのね、先輩に案内しろって頼まれちゃって、もう出られる？よかった。じゃあ行こっか。通学にはこれ使うの。モノレール、珍しいでしょ？特にここ、海の上進むみたいな感じで好きなんだ。あ、学校があるのは終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない？辰巳ポートアイランド。人工島の真ん中にうちの学校があるの。ほら、見えてきた。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。ここからは一人で大丈夫だよね。まず先生に挨拶か。職員室はこの先を左に入ってすぐだから、詳しいことはそこでね。以上、ナビでした。何かわからないこととかある？そう、まだクラス分け見てないし。あのさ、昨日の夜、いろいろ見たでしょ。あれ、他の人には言わないでね。じゃあね。確かに年上だけどさ、加納先生が良かったな。なんでって、放課後部活あるし。部活やる前に始業式とか授業とかあるでしょ。教室行って早く着替えてきなよ。せっかくって分かったよ、そう睨むな。でクラス分けの掲示板ってどれよ。そこっていうか、ミアは F 組、私は別のクラスだから面倒見てらんないんだからね。
男子たるもの心の内に熱き物の魂を持たねばならん。我が校では社会に出て活躍できる武士を育てる教育を進めており。わお、最高です。武士も中ずば高ようじです。そうだそうだそうだ、そうなんだよ。君は異国生まれのようだが分かってるね。せいくんよね。2年生で間違いないわよね。結構転々としてきてんのね。ご両親は10年前の。ごめん、バタバタしてて詳しく読んでなくてさ。私は国語科主任の鳥海です。よろしくね。おっと、元気ビンビンね。クラス分けもう見た？君は私の担任する F 組よ。でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。案内するわ、ついてきて。諸君らの新しい一年の始まりにあたり、文筆品品しかるのち君子という言葉を紹介します。これの意味はと言いますと、ねえねえって、あのさ、今朝竹葉さんと一緒に登校してたのって君だよね。見てたぜ、仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹葉さんとどういう知り合い？つうか竹葉さんって彼氏いんの？その辺誰も知らなくてさ。
一緒に学校来たって言うから知ってっかなと思ってさ。てか君はどういう関係なわけ？おや、なんか話し声がしましたね。鳥海先生のクラスのあたりですか？たく静かにしてよ。怒られるのは私なんだから。よっ、転校生。なんだよ、そんなマジびっくりした顔すんなって。おいおい、自己紹介くらいさしてくれよ。俺は伊織純平。純平でいいぜ。実は俺も中2ん時転校でここ来てさ。転校生っていろいろと一人じゃ分かんねえじゃん。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。お、ユカリッチじゃん。また同じクラスになれちゃうとは思わなかったぜ。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ。ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。なんだよ、ただ親切にしてるだけだって。ふん、ならいいんだけど。なんか偶然だよね、同じクラスになるなんてさ。なんか偶然だよ。それはそうだけど、でも驚いたよ。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか。てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。てかそもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？あのこととか言ってないよね。ちょっと、昨日の今日でしょ。昨日の夜のこと本当言わないでよ。何？昨日の夜って、ちょ、なんか誤解してない？とにかく彼とは昨日会ったばっかで、ほんと何でもないの。まったくもう。じゃあ私弓道部の用事あるから行くけど、変な噂広めないでよ。別に噂なんてどってことないじゃん。なあ、ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん、転校生。初日から浮いた噂なんてよ。あいつあれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ、実際。まあそんなわけだから、これからよろしくな。もう帰んだろ。なら駅まで一緒にどうよ。
おう。ねえ。そうだな。
ってな運動部。ああ、お前どっか部活入ったりする？新規入部ってことになるからまだもうちっと後だけどな、入れるのは。つか寮なら最寄りは岩戸台か。いいよな寮生活、なんか青春って感じ。んじゃ俺こっちだから、また明日な。
思った。おかえり。だ。
ちょっと出てくる。ん？気づいてるか？このところの新聞記事。ああ、それまで普通だったものがある日を境に急に口も聞けないほどの無気力症に陥り、最近流行りらしいが、記事ではストレス性ということで片付けられてるが。そんなわけあるか。絶対奴らの仕業だ。出なきゃ面白くない。相変わらずだな。一人で大丈夫か？なに、心配ない。トレーニングのついでだ。まったく、秋彦のやつ、遊びじゃないんだぞ。なるほど、彼か。やあ、こんばんは。私は幾月修二、君らの学園の理事長をしているものだ。幾月、言いにくいだろう。おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断するとかみかねん。ま、かけて。部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。さてと、何か聞いておきたいことはあるかい？
の寮の住人は君を含めて4人だ。ここにいる竹場くんと、それから桐城くん、あと3年生の男子で真田明彦くんという生徒だ。一つ仲良くね。他に聞きたいことは？なぜって君を迎えるためさ。ダメかい？ああ、竹場くん、そういえば桐城くんは？はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい？変なもの？何のことだい？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。他に質問は？よろしい。じゃあ良い学園生活を。私はそろそろ失礼するよ。転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ、グーグーなんぼ。なんちゃって。ごめんね。さて私も部屋戻ろった。理事長も言ってたけど早く休んで。転校って慣れるまでは気疲れするしさ。おやすみなさい。お疲れ様。どうだい彼の様子は？先ほど就寝しました。今は眠っています。理事長、やはり彼は。まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。いいじゃん、行こうぜ。外とかまだちっと寒いさ。なえ、どうするマイミー？全然行きたいのは行きたいけど、何気に親とかさ。関係ねえじゃん、メールしとけバレねって。まあ行っちゃおっか。おマジだって、超ビビった俺。作ってない？ゲージプレゼンツ、ザ・ベイ・ハッピー・チューラーズ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に永遠の快適時間、霧城エレクトロニクスの提供でお送りしました。レイジです。自然と眠ったままか。毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は、いわば隠された時間だ。普通の人間は棺のような姿に象徴化して、この時間があることすら感じない。じゃあ彼は？見ての通り彼に象徴化は起きてない。眠ってはいるけど、彼は今ちゃんと影時間を体験してる。あとは適性があるかどうかだ。というかあるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。餌食ですか。とにかくもうあと何日かはこうして様子を見てみないと。はい。隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。